ワイパフはアメリカ合衆国ハワイ州ホノルル統合市軍の国勢調査指定地域 E ケーブル、JB トンプソン、EW グリーン、およびハンスロランジだった。会社はフィリピン、日本、中国、ポルトガル、ノルウェーなど多くの国から労働者を輸入した。ハワイ人の労働者の方が少なかった。会社の初期労働者の大半は日本人か中国人だった。 どちらの集団も異なるキャンプに分かれて入った。この分割は異なる文化と言語の障壁のゆえだと言われてきた。労働者は平均給与として月12.5ドルを受け取った。しかし、フィリピン人移民は輸入コストが最も安かったので、給与も平均より低く月10ドル未満だった。中国人は外資で他より高く月平均15ドルだった。 オアフザ島会社は1995年に収穫を行った後に、プランテーションの経営を止めた。1923年、現在、ハンス・ロレンジ・フィールドと呼ばれる運動競技場が建設された。今日、この公園は主に野球に使われ、ハワイ・パシフィック大学の男子野球チームである、シー・ウォリアーズのホーム球場になっている。2008年までは、ハワイ・ウィンターリーグのチームである。 ノースショアホヌとウエストオアフケーンファイヤーズが本拠地にしていた。1973年、ホノルル市、郡とハワイ州がワイパフの砂糖工場の向かいの土地40エーカーを買収し、ワイパフ文化と庭園公園を設立した。この公園は今日、ハワイプランテーション村と呼ばれ、生きた歴史の博物館になっている。1997年、 ハワイ州知事弁解なのが1997年6月から11月までを Y パフ100周年月間と宣言した。Y パフの100周年を祝うために多くの活動や行事が開催された。2008年、Y パフにある Y ピオリトルリーグからリトルリーグワールドシリーズに出場した。8月28日にはメキシコのマタモロスのチームを12対3で破り優勝した。 同じチームが2010年8月28日にもテキサス州ペアランドのチームを破って全米チャンピオンになったが翌8月29日に東京の江戸川南 LL に敗れて国際チャンピオンを逃した。ワイパフのファーリントンハイウェイの上にかかった虹。1958年、ワイパフは真珠湾のミドルロックとウェストロックの北岸にある。 週刊高速道路ハワイ1号線とファーリントン、ハイウェイがワイパフの全長にわたって東西に走っている。隣接地域にはワイピオ、ビレッジパーク、ロイヤルクニア、ワイケレがあり、郵便用住所にはワイパフを用い、ワイパフの一部とも考えられることが多い。ワイケレは週刊高速道路ハワイ1号線の北側にある。ワイケレは新しい小区画で構成され、 大規模なアウトレットショッピングセンターがあり、世界に知られたゴルフ場がある。ワイパフの西、道路沿いの両側にマカキロとカポレーがあり、その先はリーワード海岸である。東にはパール式と週間高速道路ハワイ2号線のワイピオに行くインターチェンジがある。ワイパフの生誕は国や道路であり、週間高速道路ハワイ1号線の北には、 ワイパフの新成長地域であるロイヤルクニアとビレッジパークにつながり、その先は中央平原を横切ってクニアとスコフィールドバラックス、ウィーラー陸軍航空基地、ワヒアワンにつながる。クニア道路はファーリントンハイウェイの南でフォートウィーバー道路となり、ホノーリリとエワビレッジズを通って南のエワビーチに至る。アメリカ合衆国国政調査局によればワイパフの 全面積は2.8平方マイルであり、すべて陸地である。お土産用木製ボートのミニチュアイカは2000年の国勢調査による人口統計データである。ワイパフ郵便局、1959年、アメリカ合衆国郵便公社がワイパフでワイパフ郵便局を運営している。ハワイ州公衆安全省がワイパフに近い地域でワイヤは強制施設を運営している。 ハワイ州教育省が公立学校を運営している。ワイパフには2つの高校学区があり、ワイパフ高校に入学する生徒がおれば、パールシティ高校に入学する生徒もいる。小学校は3校、中学校1校がある。ハワイプランテーション村は現在屋外博物館となっており、ハワイのプランテーションで働いた人々の生活様式と経験を伝えている。 この博物館は1992年9月20日に開館し1800年代半ばから1940年代の間にプランテーション労働者としてハワイに来た多国籍集団が当初使った家屋やその複製品を展示している。月曜から土曜の午前10時から午後2時まで毎時初めにガイドツアーが出発する。ありがとうございます。